五板は石川県富士市郡の都庁の漁師町である。牛津地区で発祥し、全国に伝わったボードゲームである。五板小板は将棋の駒に似た駒と盤を用いて行われる。盤は適当な板でよく、普通は将棋盤や小盤が使用される。駒は将棋の駒と同じ形のものである。ただし、将棋のものとは違い、竹製で、 裏はすべて無地であり、どの駒も同じ大きさ、形であるため、麻雀牌と同じく裏から見ると、駒の区別が全くつかない。また、桂馬は馬、不評は死と書かれている。不評が死になった経緯として、不を掘る労力を省くために、裏面のとの方を掘っていたのがやがて死に変化したとの説がある。構成は、将棋とほとんど同じであるが、 死の駒は10枚であり、全部で32枚である。駒は、手作りのものが多い。かつては、海が荒れて漁に出ることができない時に1週間くらい、かけて作られていた。駒をカードなどで代用することも可能である。また、ラブレターのカードにセットで代用することも可能である。小がは4人で行われる。最初に駒を引いて2人の組を決め、同じ組の人が迎えになるように席を決める。 上位のコマを引いた組の一人が親となる。盤上にすべてのコマを伏せて並べ、親から順に1枚ずつ取っていく。全員が8枚のコマを取ったら、競技が始まる。まず、誰かが塩五5枚以上を持っていた場合、以下の特殊ルールが発動する。最初の親は手持ちのコマの1枚を伏せておく。親が盤上に手持ちのコマを1枚出す。これを攻めるという、 次の人は、親以外の三人が、なしといった場合、親は、手駒から一枚伏せて捨て、新しい駒で攻める。王は特別な駒であり、親が、非、角、金、銀、馬を出した時にも出すことができる。これを、切るという。このようにして、手持ちの駒を減らしていき、最初に駒をなくしたプレイヤーのいる組がそのゲームで、勝利となり、最後に出した駒の得点を得て、 駒をなくしたプレイヤーが次のゲームの親となる。最終的に決められた点に到達した組がゲーム全体で勝利となる。布浦清右衛門少女を考案されたのは明治時代初め。右室新潮の昇華、布清の布浦清右衛門と右室の田中に住んでいた通称三衛門によって作られたとされる。布浦清右衛門は 修行刀を考案したりのとで、初めて造加技術をもたらす、発明家であった。絵や小翼田しなみ無類の将棋好きで、越中、越後にあった、将棋系の遊びに着想を得て考案したのが、ゴイタの始まりではないかと言われている。布浦家は、布浦清江門から四代目にあたる、布浦和子によって、能登町牛津地区で現在でも布浦百貨店として、家業を営んでいる。 一方の三衛門については定かではなく、勝負ごとに熱心な遊び人で、布浦清衛門の将棋仲間であったことしか伝わっていない。こうして生まれた小板は、夏場の海が荒れて漁に出ることのできない、時期の田木や新村方面の漁師によって盛んに行われる。小板を遊ぶ人間はどんどん増え、漁番や、お旅阿網市場などの海辺に小座を敷いて遊ぶ姿は、 夏の風物詩となるほどであったが、五板が牛津地方から外に出ることは一度もなかった。終戦後には、あたか賢治によって五板の三文字を当て、紙製の五板で全国に普及を図るも失敗に終わる。1977年に、能登中央公民館が五板の保存と一般への普及を図り始めて、大会を行った。五板を遊ぶ人が高齢化して、 若年層で遊ぶ人が減ったため、五板文化の保存を目指して1999年5月14日に、初代会長となる、星葉三郎、二代目、会長、須崎和夫と前日の布浦和美子をはじめとする、住民有志32人が、のと五板、保存会を結成。右室の中でも細かい部分で、地域差のあった五板のルールをまとめ、現在の五板公式ルールを作って、 普及に努めた。2002年に大阪産業大学の高橋博則がボードゲーム愛好からに紹介したことで、能登半島以外でも徐々に知られるようになり、2008年には東京浅草で開催されるボードゲームの祭典、ゲームマーケットに出展し、その年間大賞である第6回シュピレッタ賞の大賞に選ばれた。保存会は定期的に年6回の大会を 毎年開催し、5位番付けをつけることによって参加者の競技力の向上を目指している。現代では、インターネットなどを通じて知名度が高まり、SNS を通じて5位タは全国に広がったことにより、プレイ人口は約1万人に増加。保存会は、東京都、大阪府、神奈川県、長野県、宮城県、石川県金沢市に支部を持ち、2014年から、 年一度の都道府県対抗大会も開かれている。また、竹駒の道具がなくても、カードやスマートフォンのアプリで代用できるようになった。2008年1月15日に、能登城無形文化財として、伝承娯楽、五板が登録される。2018年に、五板誕生150周年記念と観光 PR を目的として、牛津公屋坂、広場に、 五位との駒を模したモニュメントが設置された。五位だは2008年3月に、第28類、おもちゃ、第41類、儀芸、スポーツまたは、知識の教授、セミナーの企画、運営または、開催、図書及び記録の狂乱、おもちゃの対応で、商標現場に登録されている。2016年には、能登半島物質地域に伝わる、 娯楽五板を広く普及継承していくこと、及び全国各地の支部活動を、並びに開園相互の競技力向上への支援や、五板関連グッズの管理及び適正なる認可を行い、並びに五板ルールの管理を行う。また、五板コマ制作技術の保存継承支援を行っていくことなどを目的として日本五板協会が設立され、その一環として商標の管理をしている。 そのため将棋や囲碁などの伝統ゲームとは違い、五いの名を冠したグッズやゲームを販売するためには、日本五板協会からの認可を受ける必要があり、認可された商品には、協会の認定マークが付く。ありがとうございます。